でもだいぶ左に降りてきてるから、そう。でも本当にしつこいけど、スコアとかどうでもいいんですよ。はい、スコアとかはもう、もう嫌でもついてくるから。はい、そう。まずこの間やったこれが、もう最高。ね、うん。これでずっとやってて。そうするともう、もう話してる時点でもうゾーンでしょ。はい。うん、もう、アプローチも全部やってる。うん、いいっす、いいっす。もう、すごい、怖くない。うん、なんか何でも、なんとなく言ってくれる感じ。そうそうそう。それがうまそれがやっぱりうまくなってきたと実感につながるんで。そうなんですよ。そうそうそう。ああ、濡れてきた。そう。そうすると、今日は分かって、今日はちょっと勉強というか知識。ここを視点とした、こういう振り子があるでしょ。そうすると、今度ここの振り子で、ぐっとここを押さえちゃうと、力入れちゃってると、一個の振り子になってる。ここに振り子がないじゃん。そう、できてる。実際できてるけど、意識がないから、こういう感覚になって調子悪くなる。今の見てると、アプローチまだこういう感じ。すっごい1個の円。お前どうしてる時は、手がここにある。手がちょっと止まった時にここに落ちます。こう動いて、こっちに動いたら、体はこっちに落ちます。というこ、ん、とは、殴りって言葉は、立ち悪いけど、こっちで殴るのこっちで殴るのって、変装なんですよ。だから、プロの場合、アプローチ。本当にちっちゃいのは、こちらオープンスタンスにしよう。そう、オープンスタンスに立つと、ポージャンの最下点が、人間の体の中心にこっち来るでしょ。左に。そうそうそう。全然ダブル。そう、ダブル感しなくなる。だからプロたちはオープン。そう、そう。小さいのはオープンスタンスに立つでしょ。そう、ベースの役これができるから、ここでダフルイメージだけど、ワンフリックだと、ここにいくら右置いても、ここにまた戻しちゃう、はい、そう、一歩で、はい、なるわけ、ね、すごい、私オープン嫌いだったんですよ。そう、オープン立てるでしょ。そう、別に出るけど、でもこれ松山とかは結構スピアに立ってスピアに立って、ちゃんとこっちにこう見てやるからちょっと膝とかになっちゃう。でもここの小さい動きでこっちにオンって持ってくのは大変だから、こういう感じ。え？そう。で、ちょっとこう振ってくる。こっちです。うん。そう。おお！ふわっと出しちゃう。家の、練習場。うん、家の練習場でやってほしい。できますね。そうそう、めっちゃできる。そうで、こういう人いないでしょ、これ。みんななんかこうやって愛をして、こういう感覚で。そう。だから、あれで旦那、今まで分かってくると、片手でなんて。でも一緒絶対絶対こいつが前にこうやって20振り子ができてたらこっち押したら当たるからって人も1ヤードだろうが100ヤードだろうが250ヤードだろうが一緒もちろんフィードバックは違うんですそうはいじゃあこちらまとめましたうわ一緒じゃんそれ一緒です一緒でしょはいこれ一緒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 ですか一ヤード一ヤード手元が全然違う全然違うあ、そうですこういうことですはい、50ヤード50ヤード50ヤードそう、いいね、いいね同じ長いです100ヤード100ヤード同じ長いで、同じ動作はい、できた切り返しはわかるはい、じゃあ50ヤード50ヤードダメ今120ヤードって感じ結んでるじゃん結んでるだけの同じ動作あーそう一緒結構これ極端にいかないとそうでもちょっとそう今のが一番ちゃんとしたいだから本当こっちなんですこっちですそう本当にこっち左でラグビーですでこれは何これが視点、ここの振り子の、この振り子の視点だから、視点がここで行ったらここに落ちます。そう視点がここに来たらここに落ちます。で、ボール見て、丁寧に当ててやろうと思って、止まってる。そうそう。それだけ。あんま見なくて。物まで、大して見てないに近い。見てない。そう。YouTube